し、ハローワールド漫画先輩いやーさあ今日は何をやるか、まず質問をいただいている、どうもありがとう、ナイスクエスチョン。じゃあどんな質問をいただいているのかな、用意してね今日は質問会をやるぞって言われたのに。How do you know what screen to use for a particular color? For example, which screen tone would you use for the color red? よし、はい。どのようにして特定の色にどのトーンを使うか決めているのでしょうか、はい、例えば赤だったらどんなトーンを使うのでしょうかということです。そうですよね、はい、みんなわかるかい、レッドは何パーセントだみたいなトーンで、レッドは30が決まってない何色でもいい。じゃあ今日のテーマは何かというと、トーン&カラー、色とトーンはどういう関係性になってるのかというのをお話ししていこう。いや僕も、まあ、最初はねこれよくわからなかった。でまずオールカラーオールトーン OK、どんな色でもどんなトーンで表現しても OK だよみたいな、そういうこと。例えば空を描こうという時に、この空って何パーセントでやるのみたいな、ここ何パーセントのトーンを貼るのっていうのは、こんなのってもう答えはなくて、何パーセントだっていいんだよね。作家さんによってはもうゼロ、何にももう貼らないっていう人もいるし、ここ 10% にする人もいれば、30から10のグラデーショントーンにする人もいるし、あとはブラッキング、全部ベタにブラック 100% を塗っちゃう、ペインティングしちゃうっていうのもあるよね。かっこいいよね、ベタの空、すごい青空感、ブルースカイ、ピンク、内藤先生とかよくやるよね、トライカーとかはもうベタっとね青空を塗ったりする作家さんだよね。だから何色が何パーセントだっていうように決まってるわけではないのだ。じゃあ何パーセントを塗るのかって言ったら、基本的にまず少年史的なボーイズ話を考えたら、基本的にまずこう考えたらいいと思うんだよ。もうトーン色は全部 10% だ、ほんと 10% ね、これ前も言ったよね。だから何色だろうが、レッドだろうがブルーだろうがイエローだろうがグリーンだろうが全部10でも、じゃあその中にレッドもブルーもあるみたいな時にどうしたらいいのかと、ルービックキューブとかってどうやって表現するので、一番だからやっちゃいけないのは注意、ケア、こういうボックスあった。じゃあこれが実はレッド、ブルー、イエローだったとした時に、どういうトーンを貼るかという時に、例えばこれで4エキザンポ 10% トーン、 20% トーン、 30% の濃さのトーン貼ると、やたらおやってなる。これ全然多分気持ち悪いボックスになる。あんまりこれ良くなくて、だったらもうここはなし、ゼロ貼らない、ノートーン、ここは 10% で、ここは 10% プラスちょっとしたこう掛け合いペンタッチで表現する、こういう方がスッキリ見えると思う。というわけで、実はねこれ、この時に考えるポイントは何かというと、色をトーンにするんじゃないんだよ。ノーカラー、トーンを貼るのはシャドウにイエローに埋めかれた、ドライがマイだったシャドウなんだ、みんな気づいているか。例えばイエローライティング、黄色いライトが当たったら影の色もちょっと黄色っぽくなる、知ってたので、もうその世界が黄色の光に溢れてたら、イエローライトワールドだったら、ああいう色がイエローに持っていかれるんですよね。ブルーライトワールドだったら、ほとんどもう強いブルーライトだったら全部ブルースワールド意識するのはそんな感じ。むしろだからここでイエローライトなんだったら、もうここに出てくるのは全部 10% とかで表現した方が自然な世界に見える、同じ光が当たった世界に見えるんだ。何を言ってるかよくわかんないよね。これは僕が言いたいのは、とにかく影を入れるんだっていうこと、色を意識するんじゃなくて影の部分にトーンを貼るんだっていう意識。だから本当はこれもここに貼る何色かなと考えるよりも、本当はこういう風なトーンを入れた方がいい、こういうで、ここをもう全部 10% こういうような影の付け方をしてあげた方が絶対自然に見える。色につけるんじゃなくて、そこにどんな影が落ち込むか。だからこれも例えばね、教室とか書きたい、ライティングクラスルームするときに、ブラックボード、デスクデスクデスク、ウィンドウウィンドウ、スピーカー、ドン、カメカメ、蛍光灯ってなった時に、みんなやりがちなのはデスクカラー、ワットカラー、ブラックボード、ワットトーン、スピーカー、何パーセントやねん思いがちだが、そうじゃないんだと。ここに入れるのは、例えばこういうことだ、ズガッとこう入れて、ここに 10% 貼る、全部ペタッと、これでよかったですよ。そっちの方がよっぽど自然な、ライトが窓から入って、あ、影の世界なんだ。で、影に見えてくる色なんて、だからもういいのよそこはもうあんま意識しなくて、ノー意識
で、まあここはじゃあブラックのモードがさらに暗くなるからここだけこうやって黒塗っとこうかなとか、そういう意識でやる方がトーンは張りやすくなるぞ。あんまり白黒の世界で色を意識すると微妙になる。もちろんね、 0%、10% ブラックだと too シンプルな場合は、まあ、20%、30% ちょいちょいアクセントで配置する、そういうバランスで入れるのが大事だと思うな。この色が何パーセントだからとかそういう発想は多分いらない。それはなぜかというと光源によってそこにある色なんか全然変わるからだ、うん、例えばオレンジ財布、同じオレンジだがでーんライト、さっきのオレンジよりも絶対的に明るい色になるって考えたら、この世の中に決まった色などないのだ。暗い部屋では暗くなるし、そしたらもしかしたら暗いダークルームだったら This is black になることだって全然あり得る。よし、確認兼補足タイム、つまり、はい、カラーを想像してそれをグレースケール反転にしても、うん、ちゃうねんと。そういうことだ。で、明暗コントラストを意識して影、トーン、ブラック、ホワイトをつけていく方が立体感とかですよね。そうですね、その世界がそこにある感、マテリアルフィーリング、マテリアルフィーリングあとは細かいティップスで言うと、ブラックボードねがあって、このブラックボード同じ物体だからさ、セームマテリアルだからさ、 50% に見えてるんだったらずっと 50% にって思うかもしれないね。でもね、これ写真とかやってスポイトツールで色取ってもらうとよくわかるんだけど、こっから光がライトが入ってて、ここのグレーとここのグレーは全然色違うからね。こっち 10% でこっち 50% ぐらいだって、だからここはもう例えばグラデーショントーンスって言うとすごい良くなってます。同じ物質だからといって同じ色をしてると思っちゃダメだぞ。じゃあまたね。はい、画面右下に登録ボタンがあるのでプリーズプッシュ。画面下にはボトムレッドボタン、プリーズプッシュ。あとはペイトリオンとか応援してもらえると、漫画の描き方がフォーイングリッシュで、お届けはデリバリー、デリバリーユー。だねー。